私の名前は磯野サザエです。幸せな家庭を築くごく普通の主婦です。でもこんな私にも悩みがあります。夫マスオの帰りが遅い。買い物以降のサザエ in the 話、財布を忘れて一旦戻る、裸足のまんまで慌ててバカも、それを知らずに笑う街の人To Saza is a fish. ついでにマスオもそのままテイクアウト。マスオを失いサザエ in the cry。それを知らずに笑う腹音波平。みんなが笑ってる。私はマスオに裏切られました。あんなに信じていたのに、こんなにも愛していたのに、マスオのバカ。
ルル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 サザエとマスオが別れてから1年が経った。それ以来2人は会うことはなかった。しかしそんなサザエのもとにマスオから一通の手紙が届いたのだった。何この紙切れ。マスオからだわ。何よあのクソ男今さら。拝啓サザエ様、あなたは今何をしてるでしょう。私はあなたと別れてからというもの、あなたがいたあの幸せな生活を思い出してばかりいます。本当にあの生活は楽しかった。できることならもう一度あなたとやり直したい。治ったはずなのにまだ咳が出るんだ。昨日もらった薬はもう全部使ってしまった。去年の今頃は君のぬくもりに包まれてたけど、今は一人で寒さに震えて、歌が
うまく歌えないんだ咳のせいで歌がうまく歌えないんだ咳のせいで